ってくれ。もし。びっくりランドが空いてりゃな、待たずに観覧車に乗れるんだ。この雨はなんだ？傘を持ったペンギンが賢く見えてきたぜ。罪の意識に苛まれてるのか？クズは弁護するより処分にかける。罪意識にさ、ガスなんかどうでもいい。バットマンには勝てねえよ。やり合ったがさ、腕を3箇所も折られた。今度はそうはさせねえ。に払う金の半分くれれば。2秒でケリをつけてやるのによ。の友人は裕福じゃないが、彼らの病院が守るのはゴッサムの幸福さ。スケアクローのスピーチが懐かしいな。面白さじゃリドラーが上だな。
んつうか、俺は今までバットマンは自然災害みたいなもんだと思ってたが、このウェイン騒動で全部台無しだ。